こんにちは、ウェンです。名古屋市南区の名鉄大江駅に来ております。これから筑豊線に乗りまして東名古屋港まで向かいたいと思います。こちらが通称タブレットと呼ばれているもので、名鉄では過去に路面電車の区間で使われておりましたが、現在はこの筑豊線だけになりました。こちらが現在走っている5000系。この5000系はまた後ほど説明しますが、行く先表示は、昔ながらの白い板にあの黒い文字で書かれているものを使っております。はい、出発します。この筑豊線なんですけれども、東名古屋港駅前の1区間 1.5 キロの短い路線です。交差点右にカーブして左側に見えてくる広い道路と並行して東名古屋港まで向かう路線です。昔は複線で開業して昔は複線で開業していたそうなんですけれども、伊勢湾台風の時に被災して、単線で開業したっていう経緯があるそうです。この筑豊線は現在朝と夕方にしか走っておりません。今回のようにですね、新車が走ってきたり、あるいは廃車された車両が走ったり、また時には、海外に輸出される車両も走ったりということで、空いた時間に変わった列車が走ることもあるようです。この筑豊線には5000系が専属で入っており、朝夕方ともに満々運転を行っております。この先平面交差を渡ります。今前に見えてきた線路、これが名古屋臨海鉄道です。東の港と書いて東港と言いますが、この東港から北へ伸び、この筑豊線を渡った先にある名電筑豊までを結ぶ線路です。その先、名電筑豊から、分岐した線路が右側に見えてきている、今右側に見えてきているその線路が分岐した線路で、これと合流して東名古屋港駅に到着というわけです。線路は海の岸壁まで続いておりますが、電車としてはこの東名古屋港までで、その先は電化されていないというわけです。東名古屋港到着です。先ほど渡った平面交差を今度は外から音を聞いてみます。先ほど乗ってきたのがこの5000系で、もともとは1000系の特別車だったんですが、これを一般車に作り変えたものです。実はですね、今こちらの方、名古屋臨海鉄道の線路の前に立っておりますが、今日名鉄の新車がここを通るということでですね、とりあえず車両の到着、通過を待ちたいと思います。名鉄の係員でしょうか、平面交差の前に集まっております。今桜が晴れそうですが、待ってますか。
名古屋市八幡区の名鉄神宮前駅の近くまでやってきました。で今回は日光線の平面構造と新車の管理の様子を見てきました。平面構造はね、あの車内からはガタガタといってあんまり振動がなかったんですが、で外からだとなんていうのかな、平面交差から離れた踏切におったんですけれども、ガタガタって震えましたね。新車の搬入なんですけれども、実はですね、特別車両で使われている1700系がですね、なんかシステムエラーで廃車っていう情報が流れたらしくって、で今回その代わりとして1230系が4両指名されました。1700系は今8両で座席取りますので、あと4両を近いうちに新造されるものと思われます。はい、以上名鉄の平面交差と新車搬入の様子を見てきました。ここまでありがとうございました。